本当の話なのか確かめてきたんだ。噂を巻いたその米山っていうのに直接会って話聞いてきた。嘘じゃないらしい。すすきののトルコにか。夢枕っていう店だそうだ。そこで参ったぜ、せいさん。つららちゃんその店でゆっこっていう名前で出てんだそうだ。誰かに喋ったか。喋れるわけないだろう。誰も知らないよ。辰巳は気がついてないらしいな。米山ってのにはよく話してた。もっと飲み屋で喋るぐらいだから口の硬さは信用できんが。ありがとう、よく知らせてくれた。何もだ。そうか、ユキコって名前で出てんのか。